そうだね。Honda has plans to launch 30 EV models by 2030 and set up an EV joint venture with Sony last year。 ホンダは、2030年までに電気自動車の30モデルを、発表する立ち上げる計画を持っていて、ソニーと昨年合弁会社を EV の合弁会社を立ち上げた。それはカンパニーピッチアーコーポレートリーオーガニゼーションテイキングエフェクトディスマンスアザエレクトリフィケーションアクセレレーション。ホンダは、ピッチと投げる企業の 再組織編成を行った。ピッチで電子化の電気化の加速アクセラ加速として今月テイクエフェクト発行する、今月、発行する日本語で何て言うのかな、今月実施するかな、企業の再組織編成を行った。で、in February、Nissan said it would release 19 new EV models by 2030。 2030年までに19の新しい電気自動車モデルを、出すだろうと言った。で、It now called electrification the core of our strategy。 で、Nissan はホンダは今や電気化を我々の戦略の核心と呼んでいる。